はい、じゃあ焼きそばを作っていきたいと思います。日清焼きそばね。はい、じゃあ露天風呂入ってきたね。気持ちよかったね、はい、ちょっとぬるかったけど、とりあえず、はい、お疲れ様。最高だ。はい、じゃあ焼きそば作っていきたいと思います。簡単焼きそばです。おつまみ焼きそばね。よいしょソースがね、粉末ね、後で使いますよ、これ。よいしょ。あ、青のりも入ってた。これ 1.5 倍って書いてある。はい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 。よいしょ。はい、適量水を入れます。まあ麺ほぐれるぐらいだね、簡単にね。よし、全部吸い込むぐらい、こんなもんかな。はい、じゃあ着火してしばらく待ちます。よし、はい、じゃあソース入れてきます。麺ほぐれたんでね、もう水気はないですよ、すっかり。これさ、やっぱ 1.5 倍だから多いね、麺ね。おつまみに最高じゃないですか。ソースも 1.5 倍。はい、はい、マジマジですね、マジマジ。ここにあるよ。マジ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 。わー、いい匂いだ。食欲そそる、これ。今晩の晩ご飯か、刺身とこれで十分だね。ね、十分ですよ、はい、最高じゃないですか。このソースの香りがたまらんね。はい、ほら、マスをおつまみ、ほら、ほら、そうじゃないですか。これ食べたかったの。はい。キャンプにはね、こういう簡単な料理がいいですからね。ほら、もう最高だ。これにね、本当は肉とかね、もやしとかね、紅生姜入れると最高。青のり、仕上げに青のりですか。はい、パラパラとね。日清焼きそば久々だね、袋ラーメンでね、うん、はい、混ぜていいですか。え、これ混ぜない方がいいじゃん。あ、そうですか、うん、はい、出来上がり。はい、じゃあ出来上がりました。刺身いただきます、感じだね、うん、山に来て刺身、最高ですよね。刺身食べていきたいと思います。おお、いただきます。どうぞ。まずはマグロからいきます。うん、たくん、うまっ。
山に来て刺身最高だね。うん、うまね、うん、どうですか、ケイトウの湯は。すごい、ツル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 だね、うん、顔もさ、この手とかね、なんかリンスつけたようなさ、しっとり感、しっとり感。400年の歴史なんだっけ、うん、確か江戸時代か、うん、江戸時代からすごいよな。江戸時代の人こんな山の中まで歩いてきたのかな。何で来たんだろうね。でも暑いよね、うん、源泉がだって何度だっけ、結構暑いんだよね源泉ね、うん、源泉がよいしょ、何度なのか書いてねえかな、源泉とかね、うん、書いてないな。貸し切り露天風呂もある、うん、川沿いの貸し切り露天風呂ね。あとは宇宙白猿っつうの、白煙っつうの、このお風呂が良かったな、これな。タイムスリップする古代ヒノキ風呂でした、宇宙ね。あとはなんか露天風呂だっけ、うん、東北最古の湯、すべて源泉かけ流し、縁だって、縁、縁を結ぶ不思議な湯、露天ブナ林露天風呂、ブナ林っつうのブナリンでねえよな。ブナ林だよねこれね。こんな感じの風呂ですよこれ。ちょっと写真撮れなかったんだね、このパンフで。ここの観光ホテルさんのね。あとはこのように RV パーク、ペット泊も買って別館って、この泊まれるんだよね、この湯治場もあるし、本館もあるし、瀬戸温泉観光ホテルさんでした。ここはね、はい、焼きそばいただきます。おつまみ焼きそば、主食になりそうだけどね、今晩。どれ、いただきます。うん、懐かしい味だ、うん、美味しい、うん、やっぱカップ焼きそばとか違うね、味ね、うん、本当の麺の三色入り動画の焼きそばとも違うでしょ、うん、なんかおやつっぽくて美味しいよね、うん、これね、なんかこのおつまみ最高でしょ、これがいいんだよね、そうそうそう、このスパイスとかさ、うん、このベタベタしないソース感、これがいいですよね、ベタベタしないソース感が、うん、あ、ネギ忘れた、あ、ネギかけて、うん、懐かしい味ね。これ今便利になったね、こうやって開けるだけなの、これパキン、パカリン、こうって開けるのこれ、うん、で、ただフリフリするだけなの、そうそう、おお、いい感じです、はい、はい、はい、どうぞ、はい、面白いですね、ネギ焼きそば出来上がり。どうや、味変わっかな、これにさ、黒瀬スパイス振ったらどうなんだろう、味濃くなるでしょ、うん、ネギの味しないなこれ。する？しないな、うん、あ、いっぱい食べるとする。おつまみにいいなこれ、最高だな、安いしね、二人で食べれるようなら最高だねこれね。これはいいよ、またやりましょうこれ、私たまにだって食べたくて買うの、うん、俺もさ、この間テレビでやってて、いやこれ絶対うめえだろうって思ってね、これは今度やりてえって思って、ラクンの身で やりました。うん、最高、枝豆も美味しい、キスになったね、いい、じゃあ日本酒
岩手の地酒。なんてやつそれ。金賞受賞したんで、本醸造、うん、蔵だって蔵、うん、盛岡だね、うん、株式会社朝会、朝会っていうの開くって書いて、朝開くって言わねえよと思うこれやっていきたいと思います。銀醸で本醸造、本醸造で、これはこの間新潟の旅に行った時に三条燕のおちょこっつうの、これチョコなんかまろやかなんでしょ、勧められたのは、これで飲むとまろやかになりますよ、なんでもつから買ってみました。高かったんだけどね、これね、なんて言ったってこの中身24金高かったんだけどねこれね、ちょっとこれで飲んでみたいと思います。24金で飲んだら何でもまろやかになる。24金と金賞でいただきます。これびっくりしたわ、それやっぱ岩手に来たら岩手の地酒をいただきますよ、うん、付着されてしまったおお、ゴールドに輝く、すごい綺麗だね、初めて使うんでしょ。そう、ゴールドに輝く、どうですか、見えますか、ゴールドに輝く。それは見えないかも、どれ、まろやか、嘘だね、今入れたばっかりか、まろやかだって飲んでみろだって今入れたばっかり、まろやか、冷たい、そう、銅と一緒だよ、銅もそんな感じでしょ、ほら、まろやかでしょ、味が喉に来ないでしょ、全然、うん、ね。このさ、なんか大吟醸みたい、あのおチョコの口当たりがすごくいい、うん、そう違う、これあの重いんだよね、ショコレね、うん、当てるところがさ重いね、うん、あやばいんじゃない、これ何杯でも飲めそう、俺、いや少しでいい、美味しいわ、これ全部開けるよ多分まだまだ開けるよ私も欲しかったけど1個しか買えませんでした、うん、高かったからね、さっきこれ買った川原家かりんとだってごぼう入り130円、安いのしか金を買いませんから、どれどれ、お風すごいね、楽に揺れます、揺れてる、はい、これごぼう入りのかりんとだってよ、川原家ってどういう意味なんだろうね、それ角の立てとかなんかあっちにもあってね、そういうの、うん、甘い、かりんとうだから甘いただごぼうの香りがふわっとくるよ、うん、あ、うん、つまみにいいかもしれない、ごぼうつまみにいいかもしれない、めっちゃごぼう、美味しい、歴史と伝統の平泉からだね、あ、ごぼうチップスの甘いバージョン、あ、ごぼうチップスね、うまい、うん、これ、なかなかいいね、おつまみいいんじゃない、硬いけどね、あ、うん、うん、美味しいよ、これ、うん、ごぼうだ、ごぼうな、噛めば噛むほどごぼう、うん、体にがね、ごぼうは、うん、食物繊維たっぷりで、原材料がさ、やっぱりごぼうパウダーが入ってんだ、これ、あ、そうなの、あの地元でほら道の駅の、うん、あの辺で作ってんだな、これな、平泉町って書いてある、うん、これ美味しい、おすすめです、平泉の方に来た方はぜひ、これ安いですから130円、うまいな、これやばいな、ガンガン行きそうだな、これ、じゃあゆっくり、うん、やっぱさ、こう器で違うね、お酒ってね、ビールでも日本酒でもワインでも、ワインはこれで飲むそうですよ、俺らカッパで自分の忘れて飲んじゃうもん、はい、はい、じゃあ次は何で出るんですか、パパそれ、俺は、うん、はい、それはどこで買ったんだっけ、これイオン前沢イオンで、これは新しい、これな、チャンパン、何それ、新感覚、うん、フラフトスパーリング、スパーリングワインだから、あの炭酸入ってんの、
ワインにホップを入る。ホップ、ホップってことはさ、ビールと一緒じゃん。開けて飲んでみましょうじゃ、はい、これ絶対うまいやつ、はい、開けて飲んでみましょうか。だってこれ絶対うまいやつってあれだろ、そんなえ知らないの、誰歌んですか、これ絶対うまいやつ、知らないんだよ、ほんなのね、知らないの、すいません、なんで開けられるんですか、大丈夫ですか開けれるよ、どれどれ、なんかビニール、安いのはビニールなんでしょ、多分ね、スクリューで開けるでしょ、あのピョン、ポンって言うんじゃない、ポンじゃなかった、安いのはこういうの、安いやつ、はい、この方楽でいいよ、そこまで開けなくていいって、いいのこれで、うん、蓋だけ開けて、これ A 型ですか、いいんだ、そこまで開けなくてなんでよ、これ A 型ですか、その残ってるのがいいんだよ、これ A 型ですか、 A 型っぽくないよ、君、O 型っぽい、A 開かないです、はい力ないね、年取って、本当に、あー失敗した、私のグラス、そう言ってさ、俺に継がせないでしょ、うまいね、はい、どうぞ、うまいね、どれ、はい、ちょっとラベル見せてね、はいはい、お兄さんもちょっと手つき、はい、グラスちょっとへぐった、はい、どんなもんすか、はい、ありがとう、はい、はい、はい、どんな感じでしょう、いただきます、はい、どうぞ、あ、ワイン、ワイン、はい、スパーク聞いてますか、スパークどうですか、スパークは、あ、めっちゃ飲みやすいわ、スパーク聞いてるですか、めっちゃ飲みやすいですか、これ安かったよね、うん、カクテルだね、これ岩手のワインなの、違う、サントリー、あ、メルシャンじゃん、あ、メルシャン、どれ飲ましてください、一口で、どれカクテル、カクテル、あ、渋いワイン苦手だね、渋いからね、白ワインを炭酸で割って、うん、なんかビールの酸味がちょっとある感じ、ホップ入ってる、うん、苦手だ、渋いもんなワインって、あ、これなんか悪酔いしそうなイメージのアルコール、うんうん、悪酔いって酒癖悪くなる悪酔いですか甘い、あ、飲みすぎるってこと、悪酔いするって、うん、飲みやすくて後から効くっつやつ、うん、アルコール何パーなんだよ、ワインだから12、3あるんじゃないの、これはやや辛口で程よい酸味、うん、まあ、うん、飲みやすいんだけどね、あ、アルコール 8%、 8% ね、うん、ほらママあれやってるじゃん、赤ワインを炭酸で割ってるやつ、うん、あっちの方がまだ飲みやすいかな甘い感じますね、8% って少ねえよなワインって、うん、普通14%もあるじゃんワインって、大体日本酒と一緒でしょ、うん、ワインって、これはだって15あんだよ、うん、それ日本酒を軽いね、炭酸で割った方がね美味しい、うん、うまいね、あれ飲まなきゃね、あの新潟で買ってきたやつね、うん、なんだっけラクーンじゃなくてラグーン、次の旅で、うん、あれどこで飲もうか考えてた、こっちの看板ね、次の旅で飲みましょう、次ママの誕生日だよ、うん、旅チータレうまいね、久々ね、うん、やっぱ原点に戻る、たまに食べたくなるよこれ、うん、うまっ、普通のチーズよりね、うん、チーズの味がいいのね、うん、美味しいよね、いや最高の旅だ今日も、でもチーズ食べると合うの、合うな、あ、ワインだからね、サラミドがいいじゃん、ベーコンあるんじゃないか、あ、そうか、ベーコン入ってるもん、うん、このベート、ベート、ベート大丈夫ですか、おしゃまってないですよベートベートン、ベートン、ベートンは甘いでしょベーコン多分合うよこれと、ワインとベーコン、うん、ね、ワインを飲む、うん、絶対合うよな、うん、合うべや、まあ、かる、合うっつわなきゃないんだよお前、合う人は合うって何知らないこれ合うって
これ絶対うまいやつだもん、じゃないの、最高ですか、最高。じゃあ次いますか。はい、うまいな、これ買ってよかったね、これ今年の買ってよかったナンバー3に入るね、これ、ね、おチョコ、うん、はい、はい、買ってよかった今年のナンバー3には入りますよ、これ。ナンバー2は何？今からじゃん、今年ってまだまだ長いからねナンバー1はまだ決まってないでしょ、うん、うまい、最高だ。これでもさ、値段、うん、サンキュッパーだからね。そうそう、安いから量多くない？いや細いだな普通はさ、ワインってもっと太いじゃん。いやほら、何ミリ入ってんの、これ500ミリしか入ってないの。ほら3号缶のカクテル1本買うんだったら、うん、これ買った方お得じゃん、うん、500入ってるもん。缶ビール500と同じ量だよ。あ、そうだね、500しか入ってない。私は今そう思って500しか入ってない。そうだよ、瓶かっこいいけど500で、これ一人でだから飲めるサイズにしてんだよ、これ。うーん、一晩で晩酌用で一人一本だから安いんだよ。飲み切りサイズなんだよ、これ。そうだね、500は軽く飲める。 8% しかねえもんだって。こっちの効きますよ、これ。これナンバー300ミリだけど 15% もあんだよ、これ。うーん、こっちの方が優勝だよ。それ優勝、言います、それ優勝、こっちより優勝ですよ、こっち、それ優勝、そうですよ、うん、うん、でもこれお前蔵ってどっかで聞いたことあるよな、これな、うん、よく居酒屋にこういう名前ね、蔵とかつう居酒屋ね、うん、ママは、はい、今日これが優勝、これうまいね、このね、なんだっけ、バーバーの漬物、バーバーの田舎の漬物、そう、見えるかな、人参入ってるやつ、からし漬け、きゅうりのからし漬け、うん、これうまいね、おいしい。基本ほら、からし漬け好きだからね、うん、きゅうり、これのね、お手紙付きが最高ね、うん、手紙捨てたんじゃん、もうね、捨てたんひどこれのお手紙がね、うん、いいね。手作りだからね、うん、いや手書きではないけど、ね、でもこういうお手紙ついてるお漬物初めて食べた。でもあれ全部同じこと書いてるんでしょ一個一個違うんじゃないの、うん、いや、ね、そういう手紙付きっていうのが初めてね、うん、俺も初めて見た、ね、あんまりね、いい感じの道なきじゃなかったけどねあの少なかったね、あのお土産とかのさ、あれが少なかったよね、あそこ。普通の道の駅より、うん、普通の道の駅ってさ、もっとバーっていっぱいね、うん、しょぼいよね、なんかねうん、美味しいな、これ。いい器で飲むと美味しいわ、酒は。イベットモード展開しました。はい、あとは寝るばっかりですけども、その前にいっぱい飲んでね、最後。あとはこうテレビ映んないからね、いっぱいプライムビデオでも途中見ながら、うん、見ながらちょっといっぱいこれを飲んで、あとはただいまの時刻11時13分ぐらいかな。気温は21.8度、あったかいね、うん、FF 帯だからね、うん、外すごい寒い、はい、外は寒かったです。さすが標高 600m だけありますね、はい、じゃあ、あとはこれを飲んでね、プライムビデオでも見ながら寝たいと思います。よし、はい、皆さんおやすみなさい、おやすみなさい、はい。